こんにちは、こんばんは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、こんばんは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ファミコンをやろう、方眼図アレイです。光線銃シリーズなのぜ。ゆっくりしていってね。警察官の射撃訓練ゲームです。ギャングから市民を守れ。プレイするには光線銃が必要です。光線銃は液晶テレビでは使用できません。ブラウン管テレビが必要です。ブラウン管テレビ欲しい。まずはゲーム A をプレイします。十字のカーソルは光線銃の照準なのぜ。ブラウン管テレビがないのでエミュレータでプレイしています。マウスで操作できるんだぜ。現れるパネルの中から瞬時にギャングを判別し射撃します。パネルは他に警察官と市民が登場するので、誤射しないように注意するのぜ。パネルの出る場所は常に3箇所に固定されているので、撃ったら戻る、真ん中へを実践しましょう。画面上部に表示されている数字は制限時間だな。制限時間に間に合わないとギャングにやられてミスになります。ミスが10回になるとゲームオーバーになるのぜ。実戦だったら10回ミスなんて蜂の巣にされているわよね。警察官は大変な仕事なんだぜ。命を張って市民を守ってくれているんだもんね。感謝、感謝だよな。ラウンド6、ギャングが2人同時に出現しました。不意打ちに霊夢警察官が殉職しました。これは、訓練である実戦ではない。霊夢、天使の輪が頭についているぞ。実戦では天使の輪がつかないように頑張ります。長いのでゲームオーバーまでカット。ラウンド18です。8回もやられているので体がボロボロです。集中力が持ちません。二人のギャングにやられて霊夢警察官ゲームオーバーです。実戦出るの怖いなぁ。銃のない世の中になってほしいな。次はゲーム B をプレイしてみるわね。ゲーム B は画面が上下に区切られた市街地の、ビルの窓や隙間からギャングや市民が現れるのぜ。出現場所が固定の横一列3箇所ではないので、視野を広く持たなければ対応できません。本物のギャングはいつどこから撃ってくるかわからないからな。時間差でも攻撃してくるので常に緊張感があります。移動シーンだけが唯一の休息時間なんだぜ。こんな恐ろしい街には配属されたくないわね。霊夢、日本に住んでてよかったな。やられまくっているな。私は実戦で結果を出すタイプなのよ。ただの負け惜しみにしか聞こえないのぜ。見てなさい、ラウンド99までクリアしてみせるわよ。長いのでゲームオーバーまでカット。ぜえ、ぜえ、負けないわよ。ってラウンド通過よ。まだ終わらんよ。霊夢警察官、殉職です。これで2階級特進ね。天使の輪がついているけどな。最後にゲーム C をプレイします。ゲーム C は空き缶飛ばしゲームなのぜ。ゲーム C は画面の右側から放り出される。5つの空き缶を撃って跳ね上げブロック台に乗せます。画面下に空き缶を落とすとミスになるのぜ。10ミスでゲームオーバーになります。缶が小さく当たり判定も厳しいので難易度は高いです。すごく面白いゲームなんだけど、ストレスがたまるわね。弾数制限がないのは救いだな。もっと練習してかっこよくプレイしたいわね。相当な時間がかかりそうだけどな。やっぱり実機の光線銃で遊びたいわね。そこのブロックって乗せると100点なんだな。得点なのかトラップなのかわからない微妙な存在よね。任天堂の光線銃シリーズは本作が最終作なんだよな。3本だけっていうのは寂しいわね。ナイスショット、これは、いいんじゃないか?5000点ゲットです。そして、外しまくりでゲームオーバーです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回は方眼図アレイでした。最後までご覧いただきありがとうございました。次回はファミリーベーシックです。チャンネル登録お願いします。